まだお礼を言ってないと思って。何年も私に話しかけてくれてありがとう。ああ、うん、寂しくて気が狂いそうだったから、あんたとヒッチの話だけが楽しみだった。兄、でもなんで相槌の一つも返さない岩なんかの相手して喋ってたの？もっと明るくて楽しい子とかいたでしょ？それは違うよ。会いたかったからだ、兄に。なんで？え、本当にわからないの？ヒッチがあんなにからかってたのに。わからない。何やってんだろう。今世界中で何千何億の人が踏みつぶされてる最中に、私たち、分かった、あんたがいい人だから私みたいな敵にも話しかけてたんでしょ。エレンとの対話を諦めないのと同じ理由。いつ目を覚ますかわからない化け物の相手をすることも争いを避けるためでしょ。座りなよ。あと前にも言ったけど、いい人って言い方がやっぱり嫌いだ。大勢の人を殺した。軍人じゃない人も、子供も。そして今、生まれ育った島のみんなを裏切る選択をして、仲間を殺した。僕もとっくに化け物だよ。頭のどこかでいつか、エレンと一緒に未知の世界を旅するって約束。それが叶うと思ってた。未知の世界はそんなにいいものじゃなかったでしょう。うん、僕らが夢見た世界とは違ったよ。